レーシングドライバーの松田継夫です。今日はですね、後ろにある極上のドリフトマシンで、僕が、ドライブするということで恵比寿サーキットにやってきました。今日一日この車で楽しみたいと思います。はい、ということで、こちらにあるドリフトマシンなんですけども、まあ、僕も初めて、見させていただくんですけども、はい、R35 ですよね。はい、ですね。はい、ベースは。ベースは、はい、ドリフトをやるってことなんで、はい、まあ、4駆じゃできないですもんね。そうですね。2駆にやっぱ変換しております。2018年の D1 シリーズまで、川端選手が乗られてた、はいはいはい、うちでいう35 GTR としては2号機になります。なんか僕が印象的だったのは、川端さんがちょっと前でよろってなった時に大吾さんがバーンって乗り上げたのを僕がちょっと記憶にあるんですけど、はい、それも自分の記憶はすごく残ってます。徹夜で直した記憶が徹夜で直したんですね。はい、そのマシンなんですよ。はい、それがこの車ですね。外反とかも基本的にこれエアローとかってなんかノーマルに近いですけど、なんかちょっと違うんですか？はい、ノーマルのバンパーとかフェンダーベースに、うん、弊社の、リップとかフェンダーっていうのを、後付けというか外から付けてます。ノーマルを加工してるってことなんですね。はい、ですね。やっぱでもそれがいいですよね。まあ、全部顔変えたりとかっていうのもまあいいですけども、はい、ノーマルのものをこう活かしてね、こうカスタムしていくとまたそれはそれで味が出ていいですよね。これ基本的に35 GTR そのまんまの、はい、VR ですね。ただ、はい、排気量が4リッターに変更されてまして、ターボもうちのターボキットに変更してます。ドリフトのマシンでいうと大体2J とかで、はい、ものすごいでかいタービンっていう感じのイメージなんですけど、はい、パッと見た感じノーマルに近い大きさのタービンですね。そうですね。ターボ自体は一回りちょっと大きくなってますね、純正よりは。排気量が大きい分だけパワーが出せるってことですか？はい、ですね。ブーストももうちょっと上げていくと、これで今1200ぐらいまでは出せるんですけど。1200ですか？はい。35GTR ってパドルですよね。あ、はい。これミッションって？ミッションはホリンジャーの6速のシーケンシャルの。シーケンシャル。はい。じゃあもうマニュアルでクラッチもついてるんですもんね。はい、ですね。ワンオフで。はい、作り直しですね。エンジンルームとかこう見るじゃないですか、はい、すごいどんがらになってるんですけど、はい、車重で言ったら何キロぐらいなんですか？1240キロぐらいですかね。1240キロですよ、はい、だって35 GTR の確か乾燥重量で1800後半とか、はい、ね、1700後半、ね、ニスも確かそれぐらいだったと思うんですけど、はい、これだけじゃあ軽量化するのものすごく大変だったんじゃないですか？ですね。もういらないものをどんどんと切って切って切ってですね、切って切って。やっぱりドリフトマシンって言ったら切れ角命じゃないですか、はい、これってナックルとかは変わってるんですか？3号の純正のナックルを加工してオリジナルになってます。そういうストラットにしてるとかそういうのはないんですか？はい、ないですね。純正の形状そのままで使ってます。ただステアリングラックを可動域をちょっと増やしたものにしているので、なるほど、その分、まあ、純正のナックルでもちょっと切れるようにはなっていると思います。あと乗るときに一番怖いなと思ったのがこのフロントブレーキ大丈夫ですか？これ止まらないんですよ。これやばいですよね。こんなちっちゃいブレーキ見たことないですけど、はい、これ大丈夫ですか？本当フットブレーキで止まるとすると止まらないと思います。もともと乗ってた川端選手が軽量化のために、はい、もうブレーキいらないからちっちゃい軽いやつにしてくれっていうのでこのサイズになっちゃってます。確かに、まあ、横向けたらねもうサイドでっていうのはあるんですけど、はい、でも僕なんかは結構車速止めるのにフットブレーキで止めたりとかするんですけど、はい、もうフットブレーキじゃなくてもうサイドなんですね今止め方。本当に必要な部分での効き方っていうのでこのサイズになってるんですけど、はあ、本人も止まらないって言ってましたけど、ね、いや止まらないですよこれ本当何もついてないですね、はい、もうステアリングももうねものすごく軽くて、はい、であとはやっぱりペダルがオルガンですね、はい、すごい。でも中ももう何にもないですね。オーディオ関係 も、はい、これはブーストですね。これブーストですか？はい、すげえなー。あ、じゃあタコメーターこっちで見るんですね。はい、まあ、ほぼ乗ってたドライバーはタコメーター見てないというところでそこに念音が出るんですけど、あ、はい、念音が出るんですね。あとは僕の憧れでもあるこの油圧サイドですよね。この油圧サイド
まあ、今はねもう僕たちのスーパー GT のマシンもあのパドルシフトになってますけども、はい、昔ね僕たちが戦った時もシーケンシャルだったんで、この棒を見ると懐かしいですね。っていうか僕今までこれしかないですよ、ドリフト、はいはい、あのサイドこれ、はい、だからこれ2つあったらなんか僕間違えそうなんかでもあとねこのドアとかもカーボンで軽量化されてるし、はい、でもねちゃんとこう安全面っていう意味ではロールバーもついてますし、はい、あと後ろ何も見えないですね。そうですね、後ろもまあ見ないっていうことだったんで完全に塞いじゃってますし、いやすごいですよ、何もついてないです、ほんとどんがらですね、まあ、これだけ軽量化するためにもう全部外してってことですよね。はい、ライツの方に出てたトラスさんの社員ドライバーの新川選手に、はい、今回ちょっといろいろと勝負を挑もうかなっていうのはちょっとあれですけども逆に言ったらこの車乗り慣れてますもんね。まあ、そこそこです、そこそこ、はい、そこそこ乗ってるので、今までは一応ワンビアってシルビアでライツも今年は参戦させていただいたんですけど、はいはいはい、で基本こういった車とか要は何ていうんですかね、撮影だったりとかパフォーマンスとかっていうので走らせてる感じなので、あんまりこういったサーキットっていうところで走らせるっていうことがないんで、僕もちょっと楽しみですね。はい、GT500 で、はい、ここまでドリフトマシン D1 マシン乗った人って、まあ、昔片岡くんがねあの D1 出てましたけども、はい、まあ逆に言うと多分それ以来 D1 マシンに乗る、はい、あの四輪ドライバーということで、はい、今日二人で対決して、はい、四輪ドライバーの松田継雄がかっこいいか、はい、新川選手がかっこいいか、それはねもう見てる視聴者の方にそうですね、はいはい、決めていただきましょう。もしですよ、はい、仮に、まあ、僕が買ってしまったら、はい、まあ、もうこれねあのついてるじゃないですか、はい、日産ニスモン、そうですね、はい、このマシンで、ね、参戦してもいいってことですかね。そうです、もう僕個人的な話になっちゃうんですけど、はい、杉尾さんがこれで D1 とかそういったドリフトのカテゴリーで走ってるっていうのもちょっと見たくてなんで僕的にはだいぶ嬉しいんですけどぜひもし、はい、杉尾さんが勝ったら来年度乗っていただきたいですやばい、確約しましたね、はい、じゃあちょっと頑張りたいと思います。やるとすごいですね、タイヤ瞬殺でなくなるんじゃないですかこれあんな回していいですかこれこれちょっと真似できるかなこれでもあんだけ踏んでけるっていうのがちょっと分かったんで、レブまでちょっと当ててみようかな。
はい、ということで、まあ、4年前のね、現役バリバリだったこの D1 マシンに乗らせていただいたんですけども、パワーもすごい、角度をつけた時のそのグリップもすごい、でそこからね組み出した時の煙もすごい、もう今までね経験したことないドリフトだったんですけども、実は僕もね普段ドリフトで練習してるんですけども、一番迷ったのはシーケンシャルの棒とサイドブレーキの棒を、なんかどっちがどっちだったかっていうのがあって、それで迷ってちょっとね降りてきた時に結構危ないシーンがあったんですけども、その辺とかも慣れれば結構この車の扱いやすさ、 D1 マシンの扱いやすさっていうのがねすごく分かったんで、まあ、もう少しねパワーの出し方とその煙の上げ方っていうのをね、なんかこういう馬力で練習したいんですけども、新川選手とね見比べて見ていただきたいんですけども、やっぱりねドリフトの競技に出てる選手は煙の上げ方がやっぱりすごくうまい。で僕なんかは逆に言うとその四輪でどうしてもその前に走らそうっていうのがあるんで、そのパワーのある車でどちらかというとグリップさせちゃうんですよね。だからやっぱりそこで若干アクセルをパーシャルにしちゃうんですけども、新川選手はそこで踏み込んでるんで、そこのそのエンジンの回転だったりね、その煙の上がり方っていうのが違ったんで、逆に言うと僕自身も今度そういう形で煙上げるためにはどうしたらいいのかなっていうのがね、ちょっと一つ課題にはね見えたんで、まあ今日視聴者の皆さんがね、僕の走りと新川選手の走りを見て、どちらが良かったか、この一票によっては僕がこのマシンで参戦する可能性もあるかもしれないので、たくさんのコメントお待ちしています。